私はかなで、30歳の専業主婦。ママ、この計算直しておいたよ。あれ、間違ってた？ごめんごめん。この子は音符、私の娘なんだけど、私より計算が得意なの。音符がママのお手伝いするから大丈夫だよ。いつもありがとう、音符。難しい計算をしてくれて助かったよ。そう、結婚してから夫が浪費するため、家計簿の計算に少し困っている。私は貧乏育ちのため、そんなにたくさんの金額を計算したことがない。あれ？あはは、音符はすごいね、小学生以下だっぷんに。それよりママ、今日パパにお願いされたお使い行くんだよね。音符楽しみなんだ。あ、そうだったわね。そろそろ準備していこっか。今日は社長である夫のアルト君に頼まれて、社用車の候補を音符と2人で見に来た。はい、いっぱいだ。走らないで一緒に行こうね。うん。お客様いらっしゃいませ。ってお前、超貧乏人の奏じゃないか。なんでこんなところに？え？車谷くんは学生時代の同級生だ。昔からブランド志向で貧乏人の私をバカにしてくる。学生時代。おい貧乏人、どうせ金もないのに購買の周りうろうろしてんなや。私は値引き商品を買いに。はあ、値引き商品んなもんあるかや。うん、おばちゃんがたまに出してくれて。お前だけ貧乏だから同情されて腐ったパンよこされてんのか。違うよ、おばちゃんはちゃんとしたパンを。値引き商品の時点でちゃんとしたものじゃねえんだよ。これだから貧乏人は嫌いだ。それは。おいおい、俺たちが食わなくなったものを食ってくれてんだ。 SDGs だろ。アルト君、ソプラノ少年団のリーダーで超がつくお金持ちのアルト君、今の私の夫。信じられない。こいつは俺より金持ちでイケメンだから人気もあるんだよな。くそー、なんでこんなやつかばうんだよ。別にかばってないけど。 SD カード？パソコンだっけ？ SDGs、 環境問題や世界の貧困に目を向けようって考え方だっぷんに。懐かしいな。毎日もやしご飯でたまに激安でもらえる購買のパンが楽しみだったんだよね。かなでの貧困物語を詳しく知りたい方は貧乏少女シリーズをチェックするぷに。おい聞いてんのかや。相変わらずぽやぽやしやがって。そんでお前の娘は何してんだよ。うろうろさせんな。親子揃って頭おかしいんじゃねえの。あ、ごめんなさい音符、こっちおいで。いいところだったのに。お店の中をうろうろしたらいけないのよ。ママと一緒に車見てみよう。いやだからお前たちが来るようなところじゃないんだよ。散歩なら外でやれよ、手出てしない。でも車を買いに来たんだよ。何言ってんだお前の娘。冗談にも程があるな。車を買うお前が。嘘だろ。ここはな、カーディーラーの中でも特に高級な車種を販売してんだよ。そんじょそこらの車屋とは違うの。しかも俺はこの店の中で成績がトップ、ブランドトップ10のトップだから、トップオブトップだ。なんかダサいっぽいに。へえ、すごいね。だろ、去年は軽く100台は売り上げたな。おお、このクラスの車1台の利益は150万くらいだから、すごく儲かってるんだね。あ、音符、あれ、この車かわいいわね。ほんとだ、丸くてかわいいからこれがいいかな。おい何回言ったらわかるんだよ。帰れ、ここはお前ら貧乏人が来るところじゃない。シェッシェッ。でもこのエンジンは。なるほど、だから何回言ったらわかるんだ。離れ。ちょっとどけこのクソガキ、汚い手で触るんじゃねえ。ばい菌がつくだろうが。10金って。おんぷ、今日は帰ろう。パパにお使い頼まれたのに悲しむ。仕方ないよ、また今度にしよう。二度と来んなこの貧乏親子が。その日の夜。おんぷ、どうした？元気ないみたいだけど。今日パパにお使い頼まれてたのに上手にできなかった。それが今日車屋さんに音符と見に行ったんだけど、私貧乏だったから車を見る目がないのかも。そんなことはないと思うけどな。じゃあ今度はこれ着て行ってみたら？え？それってプニダの新作ワンピース。わあ、かわいい。あ、またそんな高級な。今年の新作プニ。そこまで高級じゃないし、似合うと思って頼んでおいたものがちょうど届いたんだ。そんな高級な服、私なんかには全然似合わないんじゃ。なんでだよ。俺が似合うと言ったら似合うんだよ。アルト様だぞ。ママかわいいよ。ほら、音符の分もお揃いであるんだ。これを着てママと一緒にもう一回行ってきてくれる？ああ、かわいい。うん、絶対いい車見つけてくるからね。アルト君はいつも口は少し悪いけど素敵なものを買ってくれて、正直もったいない気がするけど気持ちは少し嬉しいな。次の日、ママ、パパがくれたお洋服とっても可愛いね。うん、バッチリだね。今日こそはアルト君の役に立てるように頑張ろう。おいおいおい、ちょっと待てよ。まさかまた来たんじゃねえだろうな。懲りねえやつらだな。散歩ならよそでやれって。ちょっとまともそうな格好してきたからって相手にしてもらえるとでも思ってるの？今日はちゃんと分かってもらおう。いや、私たち本当に車を。無理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 。何考えてんのかわかんないな。これだから貧乏人は車を買うってことがどういうことなのか分かってないんだろ。帰れ。ただでコーヒーでも飲みに来たのか。ママ、どうしても私たちに車を見せてくれないの？当たり前だろ。お前が筋金入りの貧乏だってことは知ってるの。また除菌されてえの。そんな。大丈夫だよ、音符。仕方がないから別のお店に行こっか。うん。お前らなんか相手にする店あるわけないだろうが。せいぜい塩でもまかれろ、この貧乏人が。私が貧乏人だったせいでアルト君にも音符にも悲しい思いをさせてしまってる。あ、ここも車屋さんだ。でもママ、いらっしゃいませ。何かお探しですか？その車探してるの。そうでしたか。それでしたらこちらへどうぞ。え、いいですか？ん、もちろんです。よろしければご希望などお聞かせください。ママ、よかったね。よろしくお願いします。こちらこそ。あちらにおかけになってお待ちください。はあ、あいつらまんまと向かいの店に座りやがって。どうせ冷やかしの客のくせにドリンクだけ飲もうってこんたんだろ。はーい。あんな貧乏人に買えるわけないもんな。ま、そのうち追い出されんだろ。向かいのディーラーこそ高級車多いしな。あ、ありがとうございます。それでしたらこちらが参考になるかと思います。すごいですね。すごーい。見てもいい？もちろん。細かいところまでしっかりご覧ください。これ V6 エンジンだね。お詳しいですね。その通りです。エンジン音もすごいですよ。聞きたい。あ、ほんと？いえいえ、もちろんいいですよ。すごいすごい。お腹に響く。あいつらまだあの店に嫌がる。エンジンなんかつけさせて。この良さがわかるなんてお目が高い。時間の無駄とも気づかずあんなやつらにまともな接客なんてしちまって、あの店も終わったな。すごーい。それではこちらへどうぞ。あ、はい。音符も楽しそうだし店員さんも親切でよかった。車のプラモデルはお好きですか？うちのは精巧にできていてエンジンやマフラーも実物同様にできているのですが。これはすごい。遊んでいいの？お嬢さんにプレゼントです。もうかれこれ1時間だぞ。いい加減追い返せよ。なのにまた席に座らせて。あいつらも調子に乗りやがって。いただきます。おーい、なんでおかわり？もういらねえだろ。これ以上貧乏人の好きにさせるか。こうなったら俺が一言言ってやる。おいお前ら、調子に乗ってんじゃねえぞ。この貧乏人がただで飲み物飲みやがって野心だよ。ヘラヘラして可愛くぶってりゃごまかせると思ってんのか。あれ、おじさん、さっきのお店の。どちら様でしょうか？んなことどうでもいいだろ。こいつらは貧乏人なんだ。こんな高級車買えるわけないんだよ、騙されやがって。そんなことは。私はちゃんと。だったら金出してみろよ。今ここで財布の中身見せろ。どうせ小銭しか入ってないくせに。それはほらな、金もねえくせに冷やかしに来たんだこいつらは。ただ飲みして何も買わずに出ていくのがオチさ。てめえみたいに相手するやつがいるからつけ上がるんだよ。そうでしょうか。はあ、お前こいつの何分かってんの。こいつはな、学生時代から貧乏でもやしばっか食ってて、挙句購買の腐ったパンを恵んでもらってたんだぜ。ったく惨めだよな。食うないのかな。もやしばっかりだったし。こんなやつ価値のない人間なんだ。相手にする必要ないし、一生惨めに暮らせばいいんだよ。そんな。ほら早く出てけよ。お前らなんか二度と調子に乗んなよ。痛い。やめた。誰？驚かせてすみません。うちの店の SP です。 SP？ ピーナッツではないよね。ママ、セキュリティポリスの略だよ。なんでこんなやつら、俺がこんなことされるなんて。何でも何も、奏様はうちの大事なお客様ですので。そろそろいいでしょう。起こしてあげてください。奏様は先ほど超高級車を数種類10台購入されました。10台？はい、しかも一括購入でしたが。一括？そんなわけねえだろ。10台も。いえ、本当です。一括でなんて。いいえ、確かにブラックカードで一括で購入なさいました。サプニだ。そうだ、サプニだ。警察だ、警察を呼べ。どうかなさいましたか？店長、なぜここへ？いや、騒ぎが聞こえて見てみたら車谷くんが見えたので。店長、警察呼んで。サプニ氏です。こいつらサプニ氏なんです。お隣のお店のスタッフさんでしたか。お世話になっております。御社の社員の方がうちの店舗に来られたお客様に対して失礼な態度を取られるもので困っておりました。でも店長、俺の言うことを信じてください。早く警察を。やれ、本当に警察を呼んだ方が良さそうですかね。本当は嫌なんですが。アルトってまさかアルト様？店長、今回は妻と娘が大変お世話になりました。本当はいつも通りそちらで高級車を10台購入する予定でしたが。10台？しかし貧乏人と相手にされなかったようですね。そんな誰が。いや、それはその数千万は軽く超えるはずだったのに一気に消えたね。おい、車谷くん。アルトって元ソプラノ少年団で今ソプラノカンパニーの社長やってるアルトくんだろ。俺元同級生のさ、車谷だよ。昔のよしみでさ、なんとかして。ごめん、誰だっけ？その後車谷くんはお店をクビになったみたい。店長さんが丁寧に謝ってくれた。車は結局あの親切な店員さんの方で買ったけどね。パパまだかな。あ、パパすごい。アルトくん、この車。あ、車用とは別でドライブ用に買ったんだ。かなで気に入ってたんだろ。だからっていいんだよ。俺が乗りたかったんだから。別にお前のためじゃねえ。アルトくん、さ、ドライブ行くぞ。やったやった。やっぱりちょっともったいない気もするけど、2人が笑顔で嬉しいな。お金持ちとか貧乏とか関係なく、家族みんなが笑顔で幸せならそれが一番だよね。99%届かないとしても好きなら好きでいい、諦めない、君が恋するくらい素敵な人になるよ。 1% の奇跡